よろしくお願いします。書道家の竹原幸喜と申します。書道はまあ4歳から、やり始めまして、もう40年近くやっております。まあ、一般的な学校を卒業したら社会人としてこう働くっていうスタイルをまあ最初は取ってて、で趣味で続けているっていう風な形だったんですけども、まあ結婚を機に妻が好きなことを仕事にしたらって言ってくれたので、じゃあまあ書道家と名乗ろうかなっていうところで書道家になりました。もう最初始めた頃は霞を食べて生きているって言ってたんですけども、いつも買ってくださる方がいるわけでもないですし、結局道具を揃えたり、紙も練習で費やしてしまうと、まあ、紙もすぐなくなってしまうので、まあ、やはりそういう苦しい時期というのはかなりありました。登山家の友達がいまして、その登山家の友達とこう対談をした時に、まあ、竹原さんのぶっ飛んだ夢は何ですかって聞かれて、でそれで考えた時に世界のいろんなところで字を書きたいなっていうふうなことをその時にポロッと言ったんですよね。でそれでなんか自分の頭の中にずっとそれが残っていて、まあ、実際日本でしか字は書いたことなかったので、どうしたら、まあ、まず海外に行くってこと自体がもう頭の中にないぐらいの感じだったので、で、まあ、とりあえず行ってみようと思って、まあ、日本人が一番行きやすいところって言ったらハワイだったんです。まあその時に出会った人が今度ニューヨークに来ないかみたいな話をしてくださって、でその次に行ったのがニューヨークなんで、その時は多分行ってなんか、あ、来たんだっていう感じで、じゃあニューヨークで個展でもしませんかっていう連絡が来たので、で、あ、じゃあ行きますって、また改めてニューヨークに行ったっていう感じですね。そういうことしてるんだっていう話をしてたら、まあイギリスに行ってる方が、まあ、じゃあイギリスでもそういうことしてもらえませんかみたいな話になって、今度イギリスに行くようになって、イギリスの学校をしばらく回るっていう感じになりまして、で、またそのイギリスでやってたのを見て、ハワイの方が声をかけてくださって、でそれからハワイに行くようになってる感じですね。はい、書いてるとやっぱこう気持ちが大きくなると紙からはみ出しちゃうんですよね。でそうしたらちょっと紙を大きな紙に書きたいなと思って、大きな紙に書いてるとまたこう気持ちが大きくなってくるとまたはみ出してくるので、で紙を大きくして、で紙を大きくしすぎると今度は筆が小さくなっちゃうので、大きな筆を使いたくなって、で大きな紙では今度足らなくなってきて、まあ今はちょっと布で縫っていただいて、職人さんに縫っていただいて作ってもらってるんですけども、で、まあ、筆は広島 の熊野筆っていう、まあ、筆の産地がありまして、でそこの職人さんに交渉して作ってもらいました。そしてこう作るたんびにどんどん筆が大きくなって、今一番大きな筆は、ですね、一応ホームページ上では、5メーターで筆の直径が80センチの、まあ、筆が一番大きいって書いてはいるんですけど、実は密かにもう一個大きいの作ってまして横幅 2.4 メーター、もう楕円形になってるんですけど、重量はちょっと測ったことないんですね。測れないというか重たすぎて、多分100キロ超えてんじゃないかなと思うんですけど、まあ今それを作ってもらったので、あとは私が自分で持って書けるようになる努力をしている状態ですね。最初はなんかもう書けるのが嬉しくて、どんどん大きなものを書いていったんですけど、そうすると飾るところがないっていうことが起こりまして、その飾るところを最初に考えていただいて、じゃあここだったらどんなものがいいのかなっていうのをあらかじめ決めて、でそこに合わせて文字を選んだりですとか形を選んだりっていう風なやり方をしてます。やっぱ最後の最後はやっぱ筆が字を書いてくれると言いますか、私がしていることは筆を持ってその字の形になるように筆を運んでいる
そうするとその筆がその墨の具合とそのまあキャンバス、まあ、布とのこの間でうまい具合にこのかすれだったりですとかにじみだったりっていうのをうまく表現してくれるので、まあもともと本当に描きたいっていう気持ちだけで描いてたので、それが結果として誰かの役に立てれるっていうふうに思えるっていうのはこうすごく嬉しいというか、ただ単に書いて終わりではないっていうところが本当ありがたいと思います。